はいどうも皆さん、ヨーソロー、かけまるです。今回も引き続き新実況プレイやっていきたいと思います。前回ですね、最後この最後のエリアに、やってきたところで終わりましたね。少し探索しました。で、この左の部屋にいるシランちゃんという女の子、エルム君の過去と何か関係がありそうな、思い出せそうで思い出せない。エルム君は涙を流していました。やっていきましょうか。で、とりあえずこの2階はまだ調べてないのはこっちだけだね。ん？あ、またこの銅像がある。旦那様はとても厳しいお人ですのよ。でも腕は確かですの。この辺りで知らない人はいないくらいの名医ですわ。お医者さん。旦那様の後を継ごうと頑張るお坊ちゃまも素晴らしいのよ。それなのにどうしてお嬢様ったらお坊ちゃまの邪魔ばかりして。あら、いけない。私ったら余計なことまで喋っちゃったわ。うん。なるほど。難しそうな本が並んでる。医学書とかなのかな？日の入り時計。あ、日の入り時計だ。7時半で止まっている。ダイヤル式のロック。あ、1階のメモか。メモは下行かないと見れないな。ここが7時半なのね。日の入りが7時半。で、ちょっと、前回の謎解きを改めてするか。キッチンだよね。ここかな？これこれこれ。違う違う違う。日の入りが、これメモした方がいいかな、一応ね。今回ね、ちゃんとメモ帳を用意しています、ここに。ちょっと紙開くわ。ああ、すごい音入っちゃった、多分今。日の入りが今7時半だってね。日の入り、7時半。で、待って。日の入りを告げる者のそばに閉ざされた小さな世界。日のない間。それが世界を開ける鍵。あ、閉ざされた小さな世界ってあのダイヤル式のロックがかかった箱のことだったんだね。日の出が6時20分。つまり、この間の時間なんだね。うん。ん？待てよ。日の出が6時20分。日の入りが7時半。日のない間が時間を分ける鍵。あ、だから何時間かってことか。8、9、待って、まず30分足して8時にするでしょ？そっから、9、10、11、12、1、2、3、4、5、6で10時間。10時間30分かな。ってことは、1030。これでいけるんじゃないか？試してみようか。1030。あ、違う。あれ？違うか？あ、そうか。20分があるんだよ。20分があるんだよ。ってことは、50分。OK。E の鍵を手に入れた。E の鍵。E の文字が、記されている鍵。E か。エルムの E だったりしてね。とりあえず上行ってみるか。あ、待てよ。ここが E だったりしない？前回書いてあったけど。あ、間。うわ、なんかいろいろあるんだ。ただその前にちょっと、今上にフロックス君いたから、セーブさせて。2階の女の子？ごめんね。僕は知らないや。あ、知らない。なるほど。あ、3階も広そうだな。ちょ、とりあえずここ調べよう。書斎っぽいね。姉さんさえいれば、どんなに辛いことでも乗り越えられる。姉さんだけが僕を受け入れてくれた。父も母も、ただ医者になってくれればいい。稼いでくれればいい。そう思ってる。そんな姉さんも。医学書らしい本がある。付箋がびっしりと貼られている。そのお坊ちゃまの勉強部屋かな、多分。うわ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 、いろいろと本当に医学書がばっかりが並んでるね。あ、箱がある。あ、またダイヤルか。番号わかんねえな。うん。壁にもいっぱい紙が貼ってあるね。すごいな、すごいな、本当に勉強熱心だな。とりあえずちょっと上行ってみるか。ここは？あ、入れるね。あ、ここ、かけらがいるところね。オッケー、オッケー。
っぱ最終エリアだから広いね。あ、ここもかけらがいるね。オッケーオッケー。左側。あ、ここもかけらがいるの？お、ああ、ここは錆びついたかけらか。オッケー。そうだね。前回1個手に入れてたね。お、エリアの一部が完成した。あと2つって感じかな、エリアは。様々な種類の本が並べられている。うん。ん？彼を助けてあげられなかった。気づいてあげられなかった。それが私たちの罪。人は極限まで追い詰められると何をするか分かりませんからね。ああ、殺人鬼の考えていることなんか分かりたくもありません。殺人鬼？目を、あ、これなんだろう。つむってかな、多分。つむってしまったんだ。あの人の行動に。見て見ぬふりをしてしまった。それでも結局みんな殺された。え？殺人が行われたってこと？え、わからん。ここはこれ以上ないっぽいな。あー。ん？困ったな。かけら使い果たしちゃったね。あそこの番号、番号というか、何？あそこの鍵が、ダイヤル式のロックの鍵がわかんねえと、ダメっぽいな。あ、そうか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 。前回見つけたこれか。メモどっか行っちゃったからもう一回やります。5285かな。鏡だからね。なるほどなるほど。すっかり忘れてたね今ね。危なかった危なかった。どこだっけ。あ、違うわ。あれだ。エルム君の、え、まあ、決まったわけじゃないけど、坊ちゃんの部屋だね。いやー、俺これエルム君と関係あると思うんだけどなー。5285。オッケー、開いた。白いかけら、ゲットしましたね。白か。ここは？あ、ここっぽい。白いかけらが光り出した。お、うわ！壁に目がある。もしかしてお主、エルム坊ちゃんではないか？あ、僕を知っているんですか？もちろんだとも。はあ、また坊ちゃんに会えるとは。なんかこの銅像たちはさ、銅像じゃない、これは石像か。なんか、もともとここに住んでた人っぽい口ぶりをするね、みんな。そういうことなのかな。このありさまじゃが、わしにできることならお力になりますよ。ほう。了解です。お！お！目をつむらせられるんだね。気になるものは特にない。うん。なんだろう。この目をつむらすのは何なんだろう。あ、なんかある。え、ちょいちょいちょい、逆か。あ、特に気にならない、これも。これなんだ？目つむらしてなんかあんのか？あ、目をつむってしまったのだって言ってたもんね。そういうことか。ん？目をつむってしまったのだ。あの殺人鬼の。あ、ん？ん？あ、違う違う違う。わからんな。さっきの部屋ちょっともう一回見よう。極限まで追い詰められて何をするかわからない。気づいてあげられなかった。それが私の罪。目をつむってしまったあの人の行動に見て見ぬふりをした。ん？え、わからんぞ。わからんぞ。このジーヤっぽい人。ジーヤっぽい人は関係ねえのか。なんだ？え、わかんねえな。ちょっといろいろ探索してくるか、また。お！なんか出てきた。あ！これだ！なるほどね。てっきりさ、なんか、あるんじゃねえか、てっきり？てっきりっておかしいな。もしかしたらなんかあるんじゃねえかと思って一個一個探したらありました。これだ。100% これがヒントや。オッケー。ってことは？ああ、こっちを開けて、こっちで潰る。目閉じてほしい。すいません。どうされましたか、エルムお坊ちゃん。目をつむってもらうことは可能ですか？お安いご用です。これでよろしいでしょうか？
エルの像が血出てるじゃん。銅のかけら。わわわわわ、マジか。ごめんなさい、せっかくなんかちょっと慕ってくれてる感じだったのに。さあ、あれ？ここじゃない、ここじゃないのか、銅のかけら。てん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 、ん？え？あ？あれ？あそこじゃないとなると他にあったっけ、壊れてるところ。ここは違うよな。あれ？下にあったか、右の部屋とか。そうだったっけ。あ、ここか。何あれ、あれエルムくんじゃない？開かない。え、鍵を、ちょっと、どうしよう。なんか、鍵探すってことかな。でもないよね。どうしよう。どっか見落としてるっけ。こういうとことか？ん？マジか。予想外だったわ。あのなんか、何？カゴ？檻？檻みたいなやつ。開ける方法を探せないと。あ、なんか落ちてる。黒の鍵。うおぉ！あぶね。あぶね。よし、でもこれで手に入れた。これだ。よし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 、セーブして。行きましょう。黒の鍵を使った。さあ。ああ、あ、冷たいかけらを手に入れた。何なんだろう。どういう、どういう過去なの？この最後の冷たいかけらを使ったらわかるのか。いきますか。普通のエリアだな。お、さあ、これで全てのエリアが完成だ。あ、奥さん。約束通り、記憶を戻してあげよう。さあ、思い出せ、エルム。自分の罪を。え？頭が、割れるように痛い。エル、オッケー。あ、わわわわ、エルム、シラン、周りが大変な音になってる。ああ、よかった。目が覚めたのね。大丈夫？エルム。なきゃ。え？殺さなきゃ。姉さんが、知らん姉さんが、エルム、あれ、姉さんがどうしてここに。だって姉さんは事故で。ここはオークが作り出した世界よ。あなたの記憶を使ってね。お、私も記憶から作られた存在。本当のシランはもういないわ。僕の記憶、そうだ、僕は記憶を取り戻すために。あなたに記憶が全て戻れば、この世界も私も消滅する。またどこかで会いましょうね。待って、姉さん、もう僕を一人にしないで。ダメよエルム、あなたは全てを受け入れ、罪を償わなければならない。罪？
罪を償わなければ。そうだよ、永遠に。オークさん、どんなに人を殺しても知らんわ。死んだ人は生き返らないよ。殺さなきゃって言ってたし、人殺しがどうこうってのはあったんだけど、そういうことか。やっぱり君は生前数え切れないほど人を殺した。ある日は商店街で無差別に、そしてまたある日は人気遊園地で。他にも放火や毒、そして家族や子、雇い人でいいのかな、にも手をかけ、最後には自殺。僕たちはそんな大罪人に罰を与える存在って。この説明も504回目だね。あれ、503回目だっけ。全部思い出した。僕は償いとして永遠に悪夢の中をさまよっていた。こうして思い出しては忘れての繰り返し。僕はもうこの苦痛の無限ループから抜け出せない。回を重ねるごとに罪悪感や苦しみが増え蓄積される。さあ滞在人エルム・オルコット君、また君の記憶をお借りするよ。やめろ、僕はもうこんな苦しみ。君に殺された人たちよりもっともっと君には苦しんでもらわなければいけない。また初めから自分がしてきたことを見つめ直すといいよ。それじゃおやすみ。僕はこれからも僕の記憶の中で、僕の罪の中で永遠に苦しみ続ける。なるほど。いや、正直これは予想外でした。いや、ここと関係あることはもうなんとなく分かってたけど、なるほど、そうなるか。104回、103回、繰り返してずっと罰を受け続けてるんだ。なるほど。はい、ということで皆さん、ここまでご視聴ありがとうございました。この手とかあれなのかな、やっぱり殺されてきた人の憎しみからなる手なのかもしれないね。いやいやいや、制作のスクエアワールドさん、本当にありがとうございました。とても面白いゲームでした。いや、すごかったね。あ、シランちゃん、お姉ちゃんだったんだね。あ、動かせる。エルモールコット。何も思い出せない。おはよう、エルム君。はい、ということで、新実況プレイご視聴ありがとうございました。今ね、この音声は後付けで撮っているんですけれども、まずね、最終回迎えられたんですが、どうやらですね、このゲーム、隠しエンドがあるそうで、公式サイトのね、ゲーム終わった後に公式サイト見に行ったらね、書いてあったんだけども、隠しエンドがあるよと。で、そのヒントもね、隠されてたんだけど、サイトのどこかに、無事見つけることができまして。だから、次回はそれをね、やっていきたいなと思ってます。なので、おまけとして、隠しエンドを、次回やりますので、
ぜひね、皆さんお楽しみにということで、まずはひとまずね、新実況プレイここまでご視聴ありがとうございました。次回おまけをお楽しみにということで、バイバーイ。